はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。ザラザやっていきましょう。前回最後ラジオになってましたね、またまたねこれ見えるように私あれしてるのにね、モニタリングしてるのにね、もうそこに目がいかないんだね。意識がそっちにいかないからもうやっても無駄なんだね、これね。見えるようにしてんの困ったもんですね。じゃあ行きましょうか。ごめんなさいね、ほんとね、やっていきましょう。これはちゃんと録画できてますね。お、ちょっと待ってね。あ、やっぱ鍵だね。私回り込んでいかないといけないんだけど、お金儲けができるので、よしよし。あ、でもどうせあれか、あの、お、一撃でそれ、おいしょおいしょ、おい、あ間違うとやっつけちゃうんだよね。あ、1匹、3匹5000がいる。え？まだいけんだね。3匹生き残るんですよね。48ゴールド。あ、宝持ってるね。もうポイズンだったらどうしよう、ほんとね。宝箱はランダムの敵もいればランダムじゃない敵もいるのかな、そのパターン敵というか。おお、135くらったか。あ、でももう今ね、フルプレートを買ってからダメージ食らいましょう。おおっと、あぶなー。ということはあれは魔法でいけたのか。うん、なかなか難しいですね。これリセット言いながらやればいいんだけどね。さすがに収録でリセット、リセットはいいと思うんです、私。私ガンガン入れてるでしょ。リセットは早いのでね。あの、セーブが時間かかるんですよね。今これどこ？ちょっとごめんなさいね。今どこだ？こっち来ちゃった。あ、こっち来ちゃったらダメなんだね、私ね。あ、でもフード買っていく？フード買っていこうか。ちょっと待ってね。と。あ、裏まで入らないといけないのか、あそこ。めんどくさいからいいやと思った。あ、そうだね。うん、めんどくさいや。これ魔法唱えてくんだよね。お、あぶね。うーし。もう。おお、あ、痛い。あ、うまいこと遊ばれちゃった。あ、3発食らっちゃったよ。何もらったの今私。アスペクタクルス。ああ、魔法でやっつけるべきだったな。このくらい魔法じゃ無理なんだよね。怖い。ちょっと。おおおお。終わる。ちょっとこれ置いてる方がいいのか。おおお。お、リセットだなこれ。リセット発見だな。おお、こんなの無理だで。こんな無理だ。500何本って。しかも全部ゴールド。あー、でも3万2000いくんだったらいいのかな。100ゴールだと美味しいよね。どうしたらいいんだろう。あ、困っちゃったな。ギルド、テンプルはここでは行かないんで。これどうなんだろうね。あ、こっち行ったらダメなのかな。あ、こっち行っちゃダメだね。一応ね、前のパートのあれ持ってんで、取ってるんでね、あれを。どれを？あの、バックアップ取ってんでね。どっちがいいんだろう。で、彼勝てんの？そんなに。6100。おお、また魔法か。ちょっと待って。あ、でもいいのか、このダメージは。ちょっと待って。あ、いや、ダメだ。これは、あの、あれまで置いとこう。フルプレートまで置いとこう。
いいダメージ食らってるもんね。でもフルプレート食らったからあのダメージ食らうか分かんないんだけどね。ほんとダメージ貧乏ってダメージ貧乏になっちゃうね。あーどうしようどうしよう。とりあえずあれだね、彼倒せるかな。また彼も魔法唱えてくる可能性高いからね、十分ね。あ、来ないか。一発は？あ、え？ちょっと待って。ああ、レベル上げたけどあんだけ食らうんだ。どうしよう。あ、いや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 、ちょっと待ってね。あのリスポーン3匹のままかな。ああ、3匹のままか。うう、魔法唱え出してきた。殴って、ちょっと殴ったらダメなんだ。殴っちゃダメなんだ。ということは魔法で絶対倒さないといけないんだね。もうアイテムのこと言ってらんないか。とりあえず3万2000だね、お金ね。とりあえず3万2000を稼がないといけないので、戦かレベル4強いな。あ、これは打ってこないけど、多分殴ったらダメなんだよね。殴っていける。この敵アフードか。よよ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 よ、フードだからそのまま行ってもいいのか。250フード。悪かないんだけどね。ちょっと倒すか。危な。ちょっとアイテムのこと言ってらんないね。あ、でも最後に1匹だから、ちょうど1匹残ったから行こうか。お、ルビーね。40ゴールド。48ゴールド。で、あの、これがなんかめちゃくちゃ強いんでしたっけ？うわ、9000。おお、追っかけていってる。あ、どうしようかな。まだいいかな。3万2000、どこで稼ぐんだ？ちょっと今ね、何も考えてうろちょろしてるんですけど。地図がね、あ、ごめんなさい。レベル4の地図はね、これだっけ。なんか闇雲にうろちょろしてたらね、塔とかばったり会えるんじゃないのかなとか思ってんですけど、今ちなみにこれですね、ちゃんと戻すの忘れないというようにしないとね。今いるところがちょっとわかんないんですけど、どっかまあ目印来たらわかるかなと。特徴あるところにね、行くとわかるかなと。ただあんまりうろちょろしてたらダメなんですよね。おお、あ、これ元のとこか。これ元のとこだね。あー、なんかゴースみたいなのいるわ。で、なんかいたね、ここにね。一匹。殴っときましょうか。ランプね。一匹だったらすごい辛いよね。ああ、ここか。変わんないね、場所ね。ああ、こっち行けんのかな。塔あるね、あそこね。お、ここどこだ。5とか言ったらびっくりするんだけどね。3、あったね、ここね。ここあれだわ。フードだけ買っていく。ああ、彼いるな。
やっつけよっか。はい、99。もうほんとね、フードがすぐなくなっちゃうので。3匹か。どうせ毒しか来ないでしょ、これ。リザードマスターだってさ。硬いな。よし、もういいや、これで。で、6。あれかな。あれだったらどうしよう。レッドポーションだったらね、ちょっと辛かったかもわかんないんですけど。これでもほんと。またいたね、彼。彼で、彼のとこ行こっか。鍵いるのか、これ。もう使っちゃおう。リリスさん美味しいんですよね。うわ、怖え。軸あったら打ってくんだね。おお、おお、強い。リリスさん美味しいって聞いてましたね。リセットだね。はあ、あれ使うか、レッドポーション1個使うか。リリスさんには魔法効かないんだっけ。イクイップのアイテムでレッドポーション B ね。うわ、39,000。レッドポーションめちゃくちゃ強くなっててね、まあ、使えば使うだけ上がっていくんで。あれ、彼ら、あ、倒したね。もう一回か。倒す？倒してしまおうか、9匹だし。あ、そっか、普通に食らうんだ、ダメージ。一匹生き残らないかな。あ、このレッドポーションってあれか。あの、マックスヒットポイントに対して何本か入るのか。これシールドもね、経験値今入ってると思うんだけどね。いや、もうお金に目がくらんでますから、今アイテムよりもね。とりあえずフルプレートとハルバード、あれに目がくらんでて、うわ、しょぼいな。あ、でもこれ大事なアイテムだったらね、辛いね、ほんとね。もう物理じゃ勝てるって気がもう枯渇しちゃってんだね、私。それからレベル3に戻って全部やり、これはいけそうかな。えげつな。しかもお金。まあ対して、まあまあアーマーの経験値入ってますけど、さあこのリリスさんに勝てるのかどうか。当たんないんだよね。あ、当たるわ。サビにしてくれましょうか。1500。もう一発いけるね、これで。おお、ダメ。お、あ、何してるの。ショック。めちゃくちゃダメージ食らったね。軸をずらすように考えないといけないんだよね。おお、これでもダメなのか。え、すごい、今見た見た。あ、もうリセットれちゃうよ。物理が当たりません。物理が当たりませんでした。あ、じゃあもう終わっておこうかな、この辺で。すっごいな、物理が当たらないんだ、今のリリスさんには。ねえ、驚いちゃった。あと4000、どうやって稼ごう。レベル3根絶やしにしてみますか。
じゃあね、ちょっとこの辺で終わっておきましょう。ザナズ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。